はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は信長の予防大使パワーアップキット、新しくですね、シナリオを選択してプレイしていきたいと思います。で今回、選択してプレイしていくシナリオとその大名家なんですけども、まあ、ツイッターの方では告知を出させていただきましたけども、本能寺の変リベンジということで、明智光秀を使ってプレイの方やっていきたいと思います。まあ、ちょうど来年ね、大河ドラマ麒麟が来るが始まるということで、以前、まあ、そのテーマに沿ったプレイをしたんですけども、まあ、あえなく、終了してしまったと、やられてしまったというのがありましたので、今回はそのリベンジを行っていきたいと思っています。では早速シナリオ設定選択していきましょう。まずは本能寺の変シナリオで始めると、まあ信長が存命の中始まってしまうので、まあ実質的にはですね、天王山、まあ言わずと知れた、まあ、光秀と秀吉の戦いですね、この1582年6月天王山のシナリオを選択していきます。で、まあ、もちろんね、おなじみの通り、我々の方は長久でプレイの方はしていきます。で今回はですね、一応登録武将ということで、この後ちょっとお見せはしますけども、麒麟が来るにキャスティングされている、まあ、架空の、登場人物をいくつかですね登録してあります。ちょっとそちらの様子もね、後でご覧いただければなというふうに思います。今回はこの光秀で選択していきましょう。まあ、志とかね、そのあたりはおいおい見ていくとして、早速、プレイの方を始めていきます。志果たすため手段は選ばぬ。さあ早速始まりましたと。早速じゃあ、今お話ししたですね、登録武将ですね、そこからご覧いただきたいと思います。志はねご覧の通りありますけども、まだそもそも発動できないものもいくつか組まれているので、発動のタイミングで、ご覧をいただきたいなと思います。じゃあまず早速その武将ね、おお、いきなり出てきましたけども、いろは太夫が出てきましたけども、何人かですね武将登録してあるので、ちょっと登録武将を確認していきましょう。で登録武将は分かりやすいように一旦全部ですね、この八神城に入れてありますので、八神城の武将情報から見ていきましょう。で武将は全部ですね、登録したものに関しては三国志スクールの顔写真から、能力を判定する、ツールがあるので、そのツールを使って能力を査定してます。なので、僕個人のね、こいつは、統率100にしようとか、そういうのは一切入っていないというところだけ最初にお伝えしておきましょう。まずはじゃあね、菊丸から見ますか、菊丸。菊丸はね、岡村さんですね、ないないの。ちなみに、岡村さんはですね、まだちょっといろいろ漁ってみたんですけども、菊丸、状態の、まあ、写真が出回ってなかったので、まあいろいろ写真見て一番なんか渋いなーって思ったね。この岡村さんにしてあります。岡村さんは、能力がね結構高いんですよ。全体的に全部高くて、統率が93、内政も80っていうね数値になってます。あとは、明智、広子かな、照子になっちゃってますけど、ごめんなさい。で、さらに、コマちゃんね、コマちゃん。ちょっとね、女優さんとかあんまり詳しくないんで、ちょっとそのあたりで出てきても苦しいんですけど、あと藤田伝吾、さらに牧、石川さゆりですね。まあ、このあたりの武将を登録してあります。で、いろは太夫ね。いろは太夫はね、統率が高いんですよね。まあ、こんな感じで、武将を多少強化してあるので、以前やった麒麟が来る1よりは、今回始めていくこの麒麟が来る2、まあ、リベンジ編ですね。の方が、まあ、多少なりとも有利に据えられるんじゃないかな、というふうには思ってますので、ぜひぜひ皆さんの応援、よろしくお願いいたします。じゃあ早速、始めていきましょう。まずはセオリー通りですね。寝室からしていきましょう。商業の寝室。一番お金が入ってくるところ、山城、寝室しておきます。受けたまります。なんか声も渋いな。あと農業ですね。
まあ、序盤兵糧がね、結構苦しくなると思うんで、序盤は、しっかりやっていきましょう。で、そういう意味で言うと、序盤はね、ちょっと皆さんいろいろプレイスタイルあると思うんですけど、僕は結構序盤は、本当に、この、漁村を作ってですね、ちょっとでも、それこそその、兵糧収入が増えるような、対応、対策をしていくっていうことが多いですね。はい、お金と、今お話ししていた、兵糧。これがね、序盤本当に不足するので、まあ、それをどうカバーしていくかっていうのもね、一つのテーマになると思ってます、序盤の。いきなり他国が攻めてくる状況っていうのはちょっとないと思うので、一旦お金は温存してその分を、徴兵に当てましょう。まあ、いきなり出兵しますからね。光秀のところには大軍を用意しておきたいからな。で、八上城に人を集めちゃってますけども、八上城からですね、一部の武将は動かしましょう。武将を動かしていきます。どこに動かすかな？それなりに、数が多いところがいいので、大垣城とかに、統率の高い武将を順次移していきましょう。コマちゃんを移そう。まずコマちゃん。あとはそうだな、武将がそれなりに揃ってるところはもういいので、武将がいないところに、統率の高い武将を配置して、引き入らせる、そのね、数を用意しておきたいなと思います。あとはどこだろうな、福知山城とかも一人しかいないもんね。ここにじゃあ藤田天狗配備しましょう。はっ、その他武将が一人のところがあればそこはケアしたいね。沢山城も一人か。沢山城はね、三成の居城ですよね。まあこの時はもちろん三成は、まだ台頭し始める頃なのかな。どうなんでしょうね。じゃあここにいろは太夫を投入しましょう。受けたまります。よし、こんなところでどうでしょう。やり忘れがないかどうかだけちらっと確認して時間を進めましょうか。で、まず最初にですね、もう早速宣戦布告をしていこうと思うんですけども、細川家ここを潰します。で、特に気をつけなきゃいけないのは秀吉なんですけども、秀吉ご覧の通り、周辺大名と、まあ、吉見しっかり通じているという状況なので、逆に秀吉と吉見を通じていないところは、我々が取り入るチャンスがあるという部分になるので、次ターンで、まずはそれらの大名家、秀吉と吉見を通じていない外交関係のない大名家に関しては、我々明智家がですね、しっかりとそこに、まあ、入っていくということをやっていきたいと思います。では早速宣戦布告です。まあ序盤できるだけ早くね、少しでも多く領土を確保しておきたいので、まずは武部山城に軍を進めていきます。そうだな、ここは惜しみなく兵を出しましょう。下手に出し惜しみするのではなくて、もう完全に、すべての、お、カニ才蔵とかいるんだな。なんかこの、カニ才蔵とかいるんだなっていう話は、なんか前もした覚えがあるな。いや、光秀対鉄砲多いな。ただ鉄砲は温存したいので、騎馬も温存したい。序盤は温存したい。この後、来たるべき戦いのために温存しましょう。神再造体だけちょっとじゃあ鉄砲配備でいきましょうか。この時点で合計1万の兵を動かせるんで、これだったら武部山城は難なく陥落させることができるんじゃないかな。
ちょっと兵糧が心配といえば、心配かなとは思います。心中させられれば心中させたかったんですが、心中が不可能なので。では、細川家、攻略しましょう。まあ、細川はね、藤高忠興ともに、まあ、本能寺の変の後、光秀の誘いに乗らなかったという大名家なんで、ここはもう序盤の序盤、最序盤ですけども、早速潰しにかかりましょう。表情ですね。表情は、まあ、序盤は軍事と対名。いや、商業と対名かな。で、せっかくなんで、一人ぐらい変えますか？安陽寺さんを変えて、安陽寺さんの代わりに、対名が高い人、あるいは、商業が高い人。まあ、こんな感じか。巻き巻き入れてもいいけど、てるこちゃんにする？ここは。いや、でもてるこちゃん微妙だよな。いや、ここは、確実にリベンジを果たすために、しっかりと、試作力が稼げる武将をちゃんと選択しましょう。で、藤田伝吾がいて、今回欲しいのが商業と対名が欲しいので、そうなると、いやーでも捨てがたい。みんな捨てがたい。農業、商業、軍事、バランスよく欲しいもんね。こんな感じかな、そしたら。これにて表情を得る。さて、じゃあ、まず高速行軍までは入れたよね。コニタも入れたい。おお、入らなくなったか。やってくれる。進出否定化も入れたい。これすぐ必要になってくるので。あと農民村長で、兵糧収入増加を獲得しておきます。いや、序盤は本当に足りないな。このあたりも。絶好調確率上昇も序盤では欲しいな。序盤では欲しい。入れましょう。であとは梶村の新設。いやーこの例より先に開墾支援かな。いや本当に足りないね。全然足りない。対名は発動できるものがあれば発動したい。まずは猛攻号令大義名分、あとは農兵精錬、このあたりは早速入れたいね。歩兵速度上昇も入れたい。うわーどれも欲しいな。ん？士官主体というものがいる。全員豊田。天海とかいる。まあ、天海光秀説ってね、未だにあるようですけど、その天海。天海の内政は高いね、外政も含めて。まあ、基本全員を登用していきましょう、六角。うん。まあ、全員登用です。武将は何をともあれ、ちょっとでも欲しいので。片付けない。ごめん。よし。行くぞ。対面を早速発動します。ただ、今欲しいのは、合戦ですぐに、効果があるもの。まあ、つまり、農兵精錬、大義名分、猛攻号令、このあたりが欲しかったんですが、ちょっと今、まだそこまで発動ができないので、今回はスルーします。では、進出。進出を果たしていきましょう。で、あとはですね、先に忘れないうちに、外交を展開していこう。毛利。菊丸を派遣。はで、あとは長宗我部。ちょっとみんな遠いからね。本当に隣にいる大名が仲間になってくれると、すごくありがたいんですけどね。天海を早速使おう。は天海を早速使う。はで、あとはですね、そうだな、筒井家。筒井もちょっと仲間にしておきたいよね。筒井もね、一時は本能寺の変の後、光秀に味方するかという動きをしましたけどね。まあ、結果しなかったということあったんで、今回はここしっかりと仲間にしていきたいで、そういう思いです。あと姉小路。ここも人を送り込んでおく。まあ、こんなところかな。お金も。まあ、潤沢にあるというわけではないので。まあ、親切です。漁村はもう無理であれば、そうだなぁ。梶村もないんでしょ？そしたら合戦で使える牧場を建てておきますか？牧場。
かしこまった。はっ。はっ。一旦これくらいにしますか。あとは商人町にちょっと建てられるところあれば建てておきたいな。お金兵糧。はっ。で、お金はどうなっている ?3400。一旦これくらいで止めおきますか。ね。まずは、武部山、弓木と二つの城を取って、細川家を完全に組み下というか、もう完全に、まあ、食ってしまうという動きをしていますからね。では、時間を進めます。1万の兵で囲めば、割とあっさり落ちてくれるんじゃないかな。一旦自動布陣で見ましょう。強行で25日。強行する。報告します。時間はね、本当に惜しいので、さっさと決着をつけたいな。ここも商業進出をかかましましょう。近江に進出。今回はこれくらいかな、できるのはね。まあ、ちょっとここは開発は見送りましょう。お金が厳しくなっているので。よし、武部山の本丸を陥落させた。勝つためならね、このまま光秀の軍勢は弓木城へと向かいます。行きます。で、弓木城を落とした後、どこを狙うかだな。野地瀬山、ここは岐阜の織田家とことを構えるのはあまり良くないので、ここはスルーして、そうだな、池田かな、池田。池田を潰して、秀吉との全面戦争に備えましょう。なので、光秀は弓木城を陥落させた後は、すぐさま取って返して、池田ですね。テルマサを撃ちましょう。テルマサを撃って、秀吉との決戦に備える。ちなみに、蒲生はどうなっている？蒲生も潰しておきたいな。となると、まあ、矛盾はしますけど、岐阜、尾張、両織田家とは、ちょっと仲良くしておきたいよな。あとは家康だな。家康が伸長してくる可能性が高いので。当面の敵は秀吉と見据えつつ、家康、もちろん勝家。このあたりを警戒して、可能であれば、岐阜、尾張、両織田家とは仲良くしておきましょう。では、時間を進めます。まずは、弓木城で細川を、屈服させにかかりましょう。さて、これ強行で46日、包囲で48日だったら包囲を選択しておきます。まあ、1ヶ月半というところですかね。で、早速ですね、今取った武部山城。ここに関しては、武将を配置しておきます。で、各大名家、使者を派遣していたところに関しては、ご覧の通り、通称ができる状態になりましたね。報告します。リベンジを果たすにはもう行っても間違えることができないので、ご命令を、ここは確実に、まあ、できるだけ速攻で、勢力をね、伸ばしていきたいと思っています。お金がないので、両織田家と仲良くしようと言っても、使者を派遣する金がないね。さあ、どうしようかな。一番お金が増えるところ。丹後。ここに進出。承知いたしました。で、あとは忘れないうちに武将の配属。武部山に、統率が高い武将を配置しておきたいので、ここは菊丸、あとは畠山、2名を御所から派遣。承知。で、歩兵で、ちょっと二条城から、歩兵を、ちょっと減らします。お金がないので。
さて、こんなところかな。池田まで取って、できるだけ早く勢力を伸ばす。方針の確認をします。池田を取って、秀吉の動きを見極めつつ、可能であればガモ。さらにここは、滝川か。カズマスを潰しておくというのはありだな。ただ、カズマスは、これ見る限り、関東、まあ、信濃方面にも当然、城を持ってるよね。ここまで、勢力を伸ばしていくのはだいぶ先になりそうだな。となると、両織田家と仲良くしたいという思いがあっても、それを叶えるのは難しそうだな。ただ、織田とね、ガチンコでぶつかり合ってる間に、柴田、勝家、あとは、この時の、羽柴秀吉、さらに家康と相対していくのはかなり困難だな。で、毛利と、長宗我部、この両家と仲良くしていると言いつつも、この後島津が絶対またでっかくなってくるんで、そうなると手に負えなくなる。まあ、もちろん島津とは仲良くしてしまって、もうあの婚姻を結ぶというのも一つの手かなとは思っています。とにかく、東へ東へと勢力を伸ばしていくのがセオリーになるのかな。では、細川、これを屈服、制圧する戦い、続きをやっていきましょう。早速、上杉と柴田か。まあ、ここは不参戦を決めておこう。で、ぐは、いきなり秀吉が宣戦布告してきたか。やってくれるな。どうする？いや、一旦ここはあれだな。長宗我部は誰と先端を開く？よし、弓騎乗を落とした。弓騎乗を落としたので、この弓騎乗を落とした武将を使って、早速、秀吉を迎え撃ちましょう。いや、でかいよ。雄才、この能力だからね、外勢102。まあ、統率武勇も高いし、内政知略に関しては96。忠興もね、統率79と、まあ申し分ないですね。あとは稲富。稲富は、ちょっと記憶が正しければですけど、沖屋様の戦いでね、吉本のいる場所を知らせたのが確か稲富だったと思います。さあ、じゃあ5人の武将をゲットしましょう。で、三井秀は、福知山城で敵を迎え撃つ。うわぁ、きっついなぁ。これほんときっついなぁ。秀吉軍が1万1000。味方、三井秀軍が9600。1500の兵力差があるわけだな。いや、これまさに天皇、ここが天皇山になるな。VS 秀吉っていう意味で言うと。ここは対面発動したい。うわぁ、これしかないよなぁ。筒井は我々の申し出を蹴ったな。であれば、その筒井も潰さねばならない。よし、表情来た。助かったぜ。ここはもう対名重視でいこう。対名を一番くれる人3人。これにて表情を終える。何はともあれ先に対名を入れたいので、対名を入れてからにする。名簿、どうしようかな。大義名分にするのか、猛攻号令にするのか。まあ、猛攻号令だな。
手段は選ばぬ。勝つためなら。で、あとは進出をしておきます。そうか、進出2回できないね、まだね。ロック外してないからね。で、あとは二条御所から武将を出して、いや、部隊を出して、ここは一気に、秀吉側の城を奪いましょうか。三木城に関しては500しかいないし、姫路城に関しては、むしろ100しかいないもんね。菊丸を出そう。これで秀吉側がどういう動きをするかだね。我々、明智軍は、本隊三井手1番。これを派遣して福知山城で迎え撃ちます。一方、別動隊、菊丸2500。これを姫路城に出して、姫路城を脅かす。姫路城はね、秀吉の本拠地。まあ、もともと姫路は、神戸の居城ではありましたけども、実質秀吉の中国攻めに際してその姫路城をね秀吉に明け渡しているという事実があるので、秀吉側の事実上の姫路城だが本拠地ということで、この本拠地を菊丸に付かせましょうというところでですね、時間いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回はまたこの続きをプレイしていきたいというふうに思いますので、皆さんの応援引き続き、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。